3月16日の侍ジャパン打線成績、こちら最新の打線成績、とんでもない打線になっています。隙がなさすぎる。あとは村上にホームラン出れば完成する。急に OPS3 位に躍り出る岡本、村長なんとかかっこつけたな。忖度ヒットのおかげだけど、4番が機能する打線強すぎやろ。試合前の岡本2割くらいじゃなかった？吉田はずっと4番で、せっかく打てるピッチャー入れてるのにさ。聖夜がいたら近藤が控えだった事実、どっちが良かったんやろな。村上は4番から解放されたし期待できる。岡本が一気に見栄え良くなったな。だから岡本巻き上げて村上7番に下げろや。地味に2本打ってる巻き、今日はカンカッタが一発は大事よ。セ・リーグしか見てなかったから近藤がこんなにすごいとは思わなかったわ。吉田は知ってたけど、吉田さんやっぱり三振ゼロすごい。ヌートバーレベル上がったら活躍できんくなったな。吉田がハム時代の中田みたいになっとる。吉田がハム時代の中田みたいになっとる。まだ5番に介護されてるやつ入れるのやめろ。ぶっちゃけがいは今のままでええよな。今日完全に自動アートワークやったが、ご視聴ありがとうございました。